体温は6度1分。なわけないと思うんだけどな。早速ですけれども、貝、エビ、カニ売ってる。いっぱい人がこっちの方に吸い込まれていくので、自分もとりあえず行ってみます。ちょっと待ってよ、絶対美味しいやつじゃんこれ。で、安い、しかも250円ぐらい。マジか、今じゃないんだよな。何かしょっぱいもの食べたと、ここ持ってこよう。いや、めっちゃ美味しそうこれ。マンゴーかき氷。ちょっとまたあったんだけども、これね、今じゃないんだよな。これとか、今じゃないんだよな。今じゃないんだよな。カルピス。日本の料理かな、ここ。まあ、日本料理だろうね。営業中。営業中。お、昔っぽいね。あ、美味しそう。美味しそう。え、すごっ。すげえ。なんだあれ、ビンスドンラッキーグマ185バーツなので600円弱ぐらいかな。超大盛りの牛丼とかそんな感じなんだろうか。いや、これすごいね。でもね、他にもまだ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 先あるから、ちょっとこうキープかな。サーモン、やば。皆さん今どこにいるか分かんないですよね。空港の近くなんですよ、スワンナプーム空港の近く。何が言いたいかというと、本来行きたかった場所、タラートロットファイギラチャダーというところに行きたかったんですけども、どうも自分間違えてました。盛大に勘違いしてて、本来行きたかったのはこの赤ピンの場所で、今いるとここのピンの場所で、よーく見ると行きたかった場所がタラートロットファイラチャダーなんですけども、今向かっている場所タラートロットファイシーナカリっていう場所みたいなんですよ。これだけ賑わってればなんかあるでしょう。屋台がすごく集まってるところがあるみたいで、そこ行こうと思ったけども結果間違えて行ってたよと。この間違いがプラスになるかもしれないので、とりあえず向かいますわ。お腹空いた。ちなみにタイの床屋さん、カット300バーツ、まあ、なので1000円ちょっとかみたいですね。ヘアカラー600バーツおー、すごいね。100バーツショップかな、あれ。あのお店、100バーツショップっぽいね。全品100バーツの古着。みんなスケボーしてる。スケボーパークみたいなところ。で、正面にヘリコプターみたいなやつがある。で、こっち来ると飲食店よりかは、衣服のお店が多いかな。何なんだろうな、ここ。全くノープランというか。ここに来るはずじゃなかったな、そもそも。おしゃれすぎて逆に着こなし難しそう。両サイド、自分が求めてたやつあるよ。こんなところで何か食べたいなと。めっちゃ美味しそう、みんな。ケバブ屋さんもあるけど、ケバブじゃないな今日は。古着屋さんも引き続き多いし、あー、そう、タトゥー屋さんもいいね、あの正面。さて何があるんだろうね。いや、こういう雰囲気すごくいい、好きよこんな雰囲気。いいじゃんここ、いいじゃん。間違ってきたけども、いいじゃんいいじゃん。このお店もこのお店で美味しそう。いっぱいあるからな、迷うわマジで。これ台湾の夜市に来たような雰囲気。飲食店もあったり、こんな感じの出店的なのもあったりだとか。うわー、すごいいいわ。いいよこの雰囲気。久しぶりにアジアに戻ってきたぞという感じを味わうことができるお店。キムチ、なんだこれ。辛そう、やめとこう。辛いのはちょっとやめよう、危険だ。このエリアから食べ物屋さんが急に増えた。さっきは衣類が多かったんですけども、こっちも食べ物だし、こっちも食べ物だし、さらにあっちも食べ物だし。いいじゃん、ガパオライスじゃん、めっちゃうまそう。どうしよう、ほらほらほら、全部飲食店これ。あのお店なんか日本語で肉だけって書いてるよ。本当に肉だけか。こっちも肉熱狂って書いてるし、ちょっと肉だけ見てみようかな。肉だけ、ご覧の通り肉だけ満席。すごいわ。なのでちょっと見るの諦めました。こっち行ったらもう全部食べ物よ。台湾の夜市も自分好きだけども、タイのこういったのも初めて来たかもしれん。今までタイ何回も来てるんですけども、ここはもちろん初めて来るし、本来行きたかった場所ももう行ったことなかったので、こういうの求めてた。台湾の夜市思い出す。最高だここ。バジルフライドライス美味しそう。グリルキャンプ、めっちゃいい匂いするんだけども、マスク越しでも分かるいい匂い。美味しそうこれ。アイディアがすごいよね。虎の口厨房、すごい。タイ語で書いてるから全く何か分からんけども、なんか雰囲気的に食べ放題199バーツなお店な気がする。これ絶対美味しいやつじゃん。これ何、カニ、なんだろう、カニカマか。うわ、めっちゃ、これ絶対美味しいよこれ。これ絶対美味しいよ。ほら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 。で、多分1つ20バーツってことかな、でしょう。とりあえずこれ食べるかな。何にしようかな、これにしようかな。パイナップル挟まってんのこれ、ちなみに注文した商品温め直してくれております。焼き直すが正しいかな。いや、この焼きたてとかも美味しそうよね。
めちゃくちゃ美味しそう。これで60バーツだから200円ちょっとか。めちゃくちゃうまそう、楽しみです。出来上がりました。しかも持ちやすいようにカップと袋に入れてくれた。今回はチキン、ビーフ、ポーク、それぞれ一種類ずつ。まずは、あっちょっとパイナップルが落ちてきた。上から失礼します。ビーフ、めちゃうま、ジューシー。いやこれうまいわ、最高。こういうの私求めたの。最高にうまい。これなんだ、チキンかな。食べてみないとわからん。あーめっちゃうまい、最高だ。自分が求めたのはこれっすわ。これがチキンか。あ、今のポークだ、今の豚、これがチキンです。めっちゃうま、これはいいわ。来てよかった。ここまだまだ他にもいっぱいありますので散策します。餃子屋さん、しかもなんか韓国スタイル、日本スタイル。いやー餃子もいいね。多分5個で50バーツで、こっちのやつが5個で60バーツか。美味しそうだね。迷うね。揚げ餃子かな、ここは。ポップカー、ありがとうございます。サーディカー。いやーすごいね、もういっぱいあるよ。これ何、何か分かんないけど甘そう。これこれこれめっちゃうまそうやな。魚介もあるし、すごいね、いっぱいあるよ。これ何、お、パッタイ的なやつかい。これパッタイ的なやつじゃないかな。フレンチトーストもあるじゃん。うわー美味しそう。しかも安い、1つ13バーツ。ちょっと待ってよ、これまで売ってんの。ケーキ、逆にこの常温で置いてて大丈夫かっていう心配はあるけども、1個35バーツで3つで100バーツ。これとかも美味しそうじゃん。10バーツで10個買ったら1個タダであげるでいいってやつか。すごいよこれ。こっち5バーツ、10バーツ。超シンプルな焼き鳥、ガイアン。ガイアン、そうガイアン。これね安いから1本いただこうかしら。 QR 決済できるんだ、便利よね。こういうのあったら買っちゃったよ、1本。コップか。6バーツ、30円ちょっと。うん、美味しい。さっきのやつよりも個人的にはこっちの方が美味しいかな。続きましてこちら、ヨッナルハットク。一時期日本でもすごい流行りましたよね。まあ、実はこれまだ食べたことないんですけども、あフルーツも美味しそう。フルーツも美味しそうよこれ。あー絶対美味しいやつじゃんこれ。いやもう迷わせるよ。でこれもチキンでしょ、でしょ。で今度こっちクレープよ、クレープ。絶対うまいじゃん。いやこれは困ったよ。ほらこれも何か分かんないけど、フライ、絶対美味しいやつ。チキンだ、フライドチキン。チーズ、バーベキュー、トムヤム、スパイシー、絶対美味しいやつ。ただこれは辛いからやめとこう。いやーすごいね、行っちゃおうかな、バーベキュー。おーカットしてるよ、ね、子供がお手伝いしてるんだね。はいどうぞ、10バーツです。これはソースかな、辛かったらどうしよう。とりあえずちょこっと出してみようか。ちょこっとちょこっと甘辛そう、これはいける。うん、これかけよう。はいこんな感じでいただきます。絶対美味しいやつよこれ、絶対美味しいよ。うまい、間違いない。あこれうまいわ。チキンカツ、次これよ。何かわかります、このソフトフランスの中にバターとかいろいろ塗り込んで焼く。シンプルだけども絶対美味しい。しかも炭火、中にはヌテラだとかいろんなペースト混ぜて。いやもうずるいわこれ。美味しそうなものいっぱいだって。反対のこっちもそうよ。何これ、何の抹茶これ。パンダンスイートミート、初めて聞いたな。はいココナッツクレープ、すげえ色だなこれ、抹茶みたいな色。おお寿司があるよ、お寿司があるよ。マグロかなこれ、お寿司、たこ焼きこれ、イクラかこれ。なんかうさんくさいなこの色。マグロがあったよ、でもやめよう。いや本当に迷う。もうねジュース屋さんがあったり、フライドシュリン、フライドオニオン、すごい。フライドシシャモ、え、これフライドシシャモ、ほらフライドシシャモ。チキンもあるしね。もうチキンやめとこうか。もうチキンね。え、芋、芋、じゃがいもか。じゃがいも、じゃがいもをアルミホイルで包んでドーン。絶対美味しいじゃんこれ。こんなに変身すんの。これノーマルで、チーズ、ダブルチーズ、スーパーチーズ、絶対美味しいよこれ。チーズ好きにはたまらない。
ほら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 、絶対やばいじゃんこれ。ちなみにこのポテトのお店8人ぐらい並んでます。その他にたこ焼き、たこ焼きいいね。1個5バーツ10個買ったら1個ただみたいな。たこ焼きをトングで焼いてるの初めて見たな。中何入ってるか読めない。多分味が違うんでしょう。何て書いてるか全くわからん。文明の利器があるの忘れてました。ちょっと文明の利器に頼ってみましょう。巨大な触手、どういうこと。こっち鮭、あこれはシンプルだ。海藻サラダ、シーチキン、カニカマ、あカニカマにしようかな。そしたらでもこの巨大な触手ってなんだろうな。タコかなこれ。タコだよね、なんか巨大な触手って言ったら。シーチキンも気になるな。これかシーチキンとこれにしよう。カニカマ、たこ焼き買っちゃった。鮭とカニカマとシーチキンと選んだんですけども、まずこれから見た目は完全たこ焼き。中身何か分かんないけども普通にうまい。どうせねそんなことないんでしょうと思ったけども普通に美味しいよこれ。まあ、だ残念な点が一つだけあって、焼きたてじゃないからハフハフしなくて済む。これ鮭だ。鮭美味しいね。マヨネーズ、ソース、鰹節、青のり、普通にうまい。最後一口いただきます。何か分かんなかったけども、とりあえずいいのは全部美味しかった。また次の場所行きます。続きましてスリーボーイ、すごいよこれ。甘そう。コッペパンにこれはキャラメルかなとかジャムドとかいっぱい塗りたくってるやつ。いろんな味あるねこれ。スリーボーイすごいわ。隣はなんだこれ、イカ、イカかな。本当にいろんなのあるよこれ。うわなんだこれ、あエミレーツの機内食で食べたいちご味のイクラみたい。すごいこれ、ミニパンケーキ。ほら鬼滅の刃のやつでしょ、全く分かんないけども。でペコちゃん、名前忘れた。ドラえもんがいて、ナルトのあれ、ワンピース、プーさん、サンタさん、スティッチ、しんちゃん、ダライラマ、ダライラマ、ダライラマ、おお、マジか。これも美味しそうね。アジアっぽいよねこの袋に入れる感じが。いやーいいね、アジアに帰ってきたよ。もしかしてもしかするお店な気がするなこれ。仮面ライダーでは絶対ないだろうし、ここにある商品見てみると、皆さんびっくりしないでくださいね。マジか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 、多分こういったの栄養素がすごいんでしょうね。マジか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 、以上。続いてはこれなんだ、生地の上にチーズかな、何か乗っけてる。これも絶対美味しいじゃん。美味しそうよこれ、汁ぶっかけて。この汁絶対うまいじゃん。これルーローファンみたい。ほらほらほら、こんなぶつ切りのお肉あって、サーモンの刺身100バーツ200バーツ。新鮮じゃないとこれ出せないからね。あ、いい油乗ってんじゃんこれ。ベビーカステラ的な、フライパンで焼く、フライパン鉄板か。これはミニパンケーキ、これ美味しそうだな。でサイズが20バーツ、30バーツ、40バーツ、50バーツと、あと180と100バーツ分もあるよと。ミッキーの形見たくなってるねこれ。またケーキ屋さんよこれ。 100% チョコレートケーキ、これ見本で、これ実物なんですけどもだいぶ違うな。エッグタルトもあるじゃん、1個食べちゃおうか。うん、エッグタルト1つもらおう。エッグタルト絶対美味しいに違いない、間違いないよ。一口でいっちゃうよ。サクサク、甘くて美味しい。食後のデザートにぴったりやな。まだまだお腹に余裕ありますので行きますよ。何今度これ、サディカー、なんだこれ、え全部タイ語でわからない。こんな感じで焼いてます。すごいよこれ。で完成がこれね。カラフルだね、なんか怖いけど。なんだこれ、カステラかな、カステラでは、いやカステラか。いやこれも美味しそうじゃん、カステラでしょ。迷うよこれ。あ、またお寿司屋さん発見。卵絶対うまいやんこれ。いろんなお寿司あって、イクラはなんか偽物臭い。いやマグロいいね、でも我慢するよ。ドーナツ、うーん甘そう。これ10バーツすごいね、砂糖の染み込み具合が。わあすごいわこれ。え、なんだこれ、
すごいのいっぱい売ってる。ほらすごいよこれ。またまたまたたこ焼き、ちゃんとこれね英語で書いてるから分かりやすい。オクトパス、ソーセージ、黄色は見えないスイートエッグ。続いてですが、これ、これパッと見何か分かります？うずらの卵、これ1つ20バーツだそうです。いろんな味付けあるよこれ。ほらなんだこれ、もずく、もずくっぽいよねこれ、もずくかな。すごいの売ってるな。フルーツも売ってる。あ、フルーツ美味しそう。20バーツ。まさかのもの発見してよ。トッポギ、ほらトッポギ。キンパもあるよ、ほらキンパ。キンマリ、キンマリってなんだこれか。あ、キンだ、あれだ、海苔巻きだ、海苔巻きだ。キンマリ、海苔巻きに、その奥ホットドッグ、これホットドッグ、ホットドッグがあって、キンパがあって、いや絶対辛いよね、やめとこう。トッポギは牡蠣、海鮮のお店すごいね。サーモンやらなんやらいっぱいあって、カニ、これなんだろう、牡蠣の中身かな、いろいろあって、エビもあって、でまたカニがあって、カブトガニ、まさかこんなのまであるとは思わなかった。続きまして大福、大福めっちゃうまそう。おー迷うね、ちょっと甘いのいっとくかな、ここら辺で。オレオなんかあるの？オレオ行ってみましょうか。オレオもちもちでしょ、絶対絶対もちもちよ。あ、オレオだ、美味しいよこれは。天国だねここ。日本はこういうお店全然ないので、台湾とか韓国とか東南アジアのこういう屋台がマジで大好き。まだまだお店続きます。続いてのお店ですが、これ美味しそうで試食があるんですよ。いただきます。これいただこうかな。チョコレート、 Yeah This is a bunny salted caramel. OK Yeah Machisto Machisto よ、 Let's eat. This is just like a bakery homemade. Homemade? Yeah This is a white chocolateAnd raspberry. ああ、手作りのホワイトチョコレートラズベリーです。Yeah. うん。あ、うまいね。美味しいね。バナナ。バナナ。絶対美味しいじゃん。Yeah. わー。No problem. This is a big size. Big size. Yeah. こんな大きいのいただいちゃった。Yeah. 大きいの。Yeah. Yeah. うん。コップンカー。美味しいね。ありがとうございました。美味しかったです。コップンカー。Yeah, yeah, yeah. Maybe next time. Okay. If you like, if you want. Okay.バイバイ。いや美味しかった。これで食べ納めかな。ガパオライスとか売ってるんですよ。ほらほらほら、美味しそうでしょこれ。ガパオライス的なで焼きそば、これ食べよっかな。麺料理で、しかもこれいくらかというと25バーツなので、ね、めちゃくちゃ安い。これいただきます。25バーツだから100円ぐらいでしょこれ。すごいね、すごい量よこれ。こんな量、これはね美味しいでしょ。開け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 、開いたー、ドン。匂いも、どんな味かな。中はこれソーセージかな。うん、ソーセージ。これがじゃがいもか。ちょっと辛いぞ、ちょっと辛いぞ。違う、ソーセージ、あ、じゃがいもじゃない。なんだこれ、ん、なんだろう、わからん。あ、辛そうな気がして、もう辛い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 。うん、味は美味しいけども、ところどころこういうやつが引っ込んでるのよ。こういうやつ、マジか。もっと見とけよかった、聞けばよかった。あ、辛い辛い辛いよこれ。レベルで言うと、初日に食べたコーン、大気ホテルで食べた、あれがダントツナンバーワン。全部食えるか怪しいな。もしかしたらごめんなさいするかもしれない。だって辛いんだもん。とりあえず頑張ります。ごちそうさまでした。全部食べられませんでした。ギブアップしました。辛い、あれは無理だ。てなわけで最後ちょっと辛いお口をさっぱりした状態で帰ろうかな。もう時間が、マジか、こんな時間に11時よ。ただいま11時なんですけども、11時に食べたらまた、あ、そうだ、絶対明日の朝胃もたれするじゃん、忘れてた。とりあえず口の中さっぱりしてもう帰ります。よし、最後これにしよう。1個10バーツ。まだ辛い、ピリピリしてるよ。本日最後の食べ物、これいちご。もちもちで美味しい。それではホテル戻ります。
明日の朝のお腹の調子が怖い。絶対胃が痛くなってそう。忘れてた、食後に食べたいと思ってたあれもうやってないでしょ、さすがに11時過ぎてるし。とりあえずそのお店あった場所行ってみようか。いやでも明日の朝マジで怖いな。こんな11時とかに食べるのダメよ皆さん、本当に夜遅く食べたらダメ、体に良くない。さて最初にいたあの通り来たんですけども、ほとんどのお店閉まってるな、まあ、なのでもうこの時間は食うなという暗示でしょう、そういう風に捉えます。さすがにこの時間から食べたらマジで翌朝胃もたれがやばい。この後ホテル戻りますが、今回は直接ホテルまで行くと186バーツかかるみたいなので駅まで行きます。ウドムスクという駅がありまして、そこまで行くと今70バーツになったので、それプラスメトロで考えたら115とかそれぐらいかな。グラブ呼びましたと言いたいところなんですけども、さっきあそこにタクシースタンド、バイクタクシースタンドがあったのを思い出したので、そこだったらいくらなのかなっていうのをちょっと聞いてみます。多分グラブの方が安いのかな、でも価格表があったのでその価格表を見て確認してみようかなと思います。おーマジか、いねえ。来るときここにいっぱいタクシー、バイクタクシーいたんだけども、いねえな。どれだ、 BTS これかな。ちなみにグラブだったら70バーツ前後です。ちょっとこれ、さて到着しました。このバイクのあんちゃんのバイクにまたがって近くの駅まで向かいます。よし OK Let's go。 それでは出発進行でございます。行ってまいります。帽子取らないとまた吹っ飛ばされる。あマジで最高よこれ、バイクタクシー気持ちよくていいわ。風を切って走るってすごくいいね、最高や。ちなみに地下鉄の終電まであと20分です。着いたと思いきや給油、マジか。さっきも言いましたけど20分しかありませんからね、急いでほしいっすわ。給油します。残念ながら営業時間終了みたいで給油できませんでした。それでは駅向かいましょう。正直良かったなと思ってる自分がいます。ガソリンスタンド営業してんじゃねえかよ、マジか。残念でした。なぜかここでも給油できませんでした。もう彼のバイクのタンクピカ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 点滅しております。到着ありがとうございました、バイバイ。てなわけでこの後はメトロかな、まあ、何かわかんないですけど、これ上に行けば駅があるんですけども、これに乗って最寄りの駅まで向かおうかなと思います。久しぶりに見てこの電線の束、東南アジアだとか南アジアでおなじみの光景。転売機の前に着きました。英語に言語を変えて、もう今うどんすくここなんですけども、これだ、うどんすくから52バーツです。160円ぐらいかな。カード使えないのね、ここないね。とりあえず現金で買うしかないか。チケットゲットしました。それでは乗りましょうか。久しぶりだなタイの電車乗るの。これが路線図なんですけれども、今いるのここです。ここからズズズズズズってここ7駅で降ります。空港行きは SRT というまた別のやつで、 MRT というまた別の乗り物もあったり、これが BTS なんですよ。もういろいろあったら分かんないな。ちなみに次来る列車が終電だそうです。よかったガソリン入れられなくて。終電が到着しました。時間ぴったり、すごいなこの広告、全面広告。おーすごい、セブンイレブン、その飲み物何なんだろうな。よしとりあえず行きましょうか。これが終電です。中もすごい、全面広告、これぞ全面広告だな。さて到着しました。意外に早かったな、もっと時間かかるかなと思ったんですけども、意外に早く着きました。おーなんと上りエスカレーター。それではホテル戻ります。ん違う、これだ、インサートチケット、こっちでした。ありがとうございました。僕の勝手な予想なんですけれども、多分このエリア欲望が渦巻く街なんですよね。なのでね、そういう女性方がたくさんいるんじゃないかなっていう気がします。ちょこっとコンビニ寄ってこうかな。ほぼ日本商品だね。クーリッシュ、バニラモナカ、モチッと、いろんな日本のアイスあるよ。ラムネ氷、バラマキ用のお土産とかに便利なインスタント麺、6バーツ20円ぐらい安いね。ちなみにアルコールドリンク販売時間11時から14時までと17時から24時までになっております。お水が25円とかそれぐらいかな、結構安いね。そして大きいお水がもうほとんどすっからかんでした。それではホテル戻ります。ああちょっと待って、ちょっと待って、ミロあるよ、ミロ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 、美味しいの冷たいやつあるかな、見てみよう。冷たいのあった、ミロ買ってこう、マジで美味しいの大好き、めっちゃうめえ。ミロはねマジでうまいよ、うわすごいわ。
あのいわゆるお兄さん、元お兄さんの方がうちゃうちゃいますここら辺。うん、いやー美味しいね、ミロ最高だわ。どっか東南アジア、はい、ハロー。どこ行った時だっけな、ミャンマーかな、違う、もっと前なんだよな、ベトナムかな、どこ行った時か忘れたんですけども、東南アジア行った際にミロに出会って爆買いして帰った記憶があります。マジでうまいのミロ、ごちそうさまでした。ミロ美味しかった。ユーナ別館、ロバタユーナジャパニーズレストラン、ライムそうめん、美味しそう。わ、まだね、和風やお寿司もあるし、タコベルもあるし、すごくいいねこのエリア、いっぱい飲食店あるわ。帰るよ、バイバイ。まあこういう街なんですよ、ここはこういう街なんですよ。あなた一緒に行くよ、帰るよ、バイバイっていうね、こういうやり取りがある街なんですよ。はい、私はおとなしく帰ります。ホテル到着しました。それでは皆さん、また明日の朝お会いしましょう。おやすみなさい。